タイナンバーのオフロードですね。そしてこちら、こちらはタイナンバーかな、今日は PTT ガス欠ですね。ガス欠です。はい、ルーティン動画です。1月30日月曜日です。時刻の方は16時20分を回りました。なんかね、久々に、Amazon のテラス、春節がね終わったからかね、急にねバンビエンからね人がいなくなりましたね。静かなバンビエンです。なんかオレンジがすごいすごいあるんだけど、今オレンジの季節なのかしら。うん、タラートバンビエン、タラートレーンですね。昨日の夜ね、すんごい寒かったですね。うん、もうなんか夕方っていうか、何時、4時前ぐらいからね、寒くてジャンバー着込んでましたね。うん、そしていつもの店でね、つまみながら飲んで、その後ね、久しぶりにね、チャンタラゲストハウスにね、ちょこっとね、顔出してきました。はい。で、顔出してたのはいいんですけどね、チャンタラのね、ご近所さんにね、多分ね、あの子は30そっちこっちぐらいなのかな、うん。まあまあね、30そっちこっちだと思われるんですけども、まあ、いわゆるラオス女性の割にはね、割と、まあ、綺麗に保ってる、うん、感じの、うん、女の子がいるんですけども、そこのね、なんか、痴話喧嘩にね、巻き込まれましたね。うん、怖いですね。最近ね、付き合い始めたね、お父っつぁん、お父っつぁんってももうじいちゃんみたいな感じなんですけどね、多分金持ってんだろうなみたいなじいちゃんと、その子が付き合い始めたようなんですけれども、まあ、その女の子に、女性にね、心を寄せてたね、ラオ人の兄ちゃんがね、泥酔した状態で登場しまして、うん、まあちょっとね、獲物が出そうな感じのね、どえれい痴話喧嘩でしたね。いやー、びっくりしました。はい、やっぱね、地上のもつれっていうのは怖いっすね。うん、皆さんも気をつけてくださいね。うん、東南アジアのね、で地上のもつれのね、喧嘩なんかになっちゃったらね、ほんとね、人情沙汰になっちゃうと思うんでね。はい、多分ね、なんかね、パンとかっていう音がするねなんかそんなものがね、でかかったようなね気がするんですけどね。うん、いやいやいや、まあ、たまたまね、その泥酔した兄ちゃんとね、一緒に来てたのが僕の知り合いだったんでね、もうちょっとトラブル起こすなって言ってね、まあ、その泥酔してる兄ちゃんもね、知ってる顔だったんですけどね、でもお前ももう落ち着いてっつって、ね、結構ね、人が集まってくるぐらいね、一瞬騒然としましたね。はい、なかなかスリリングな街バンビエンでした。はい、まあいつも通りね、あれですね、ここの露店街はね、これからにいい舞を見せるんですかね。なんかね、
先週末にね投稿したルーティン動画がなんか200回ぐらい回ってましたね。びっくりしました。で、今日の本編動画はあれですね、このルーティン投稿した後になるのかな、順番的には、まあ、とりあえず今日はね一応2本上げる予定でいますので、もしよかったらご覧ください。あらら、なんかね 緑のあのブッダだってね、皆さん随分ね興味を持たれてたあのブッダがね真っ白になってましたね、はい、特に色はね、前誰かに聞かれたんですね、あれなんか意味あるんですかなんて聞かれてね、いや緑のペンキがあったからそれ塗ったんじゃないのなんてね、そんなわけないですよとかって言われてたんですけど、いや多分ねあれ本当にね緑のペンキがあったからね、緑に塗ってただけだと思いますよ、うん。まだいるね中国ナンバー。お、シーアンから来てんのか、すごいな。シーアン遠いよ。まあね欧米人旅行者はね、どうなんですかね。春節明けでまた動きやすく、ね、なるでしょうし、宿の、ね、値段なんかもねきっと春節価格からね、通常価格に落ちてくんじゃないですかね、うん、旅行者の方にとっては朗報ですね、旅行シーズン到来です。ここにもいるじゃん、意外と帰ってないのね。例えば僕がね最近飲みに行ってる飯屋なんですけども、ここのとこね欧米人のお客さんがね増えてきましたね、うん、欧米人のお客さん、おとといはねなんかすごいね綺麗な、欧米人女性一人の、ね、旅行だと思うんですけどね、それ二区に入ってきましたね。ああ、眼福とか思いながら来ました。なんであんなに飛ばすんだろうね。あそこのね、レンタル自転車屋さんも、僕のラオスの実家のファミリーの一人なんでね、あ、自転車借りるときはねぜひあそこご利用ください。はい、あまりの前を通過して、ロッテリアもだいぶできてきたね。今日は少しあれかな、勘が緩むかな、うん、さあ今日はどこで何本飲もう。